三崎洋介シリーズおやすみラフマニノフ。おやすみラフマニノフは、中山七里による日本の小説。ピアニストの三崎洋介が登場する、三崎洋介シリーズの第二作である。なお、時系列順として、さよならドビュッシーのすぐ後とされている。音大生の木戸明は、生活に困窮していた。実家からの仕送りが途絶え、練習時間をアルバイトに充てても、学費を払い切れず、 学生課からも請求書が届くありさまだった。そんな中、期待のラフマニーノの不匹と呼ばれる学長、告げ明と定期演奏会で共演するメンバーをオーディションによって選ぶことがスカキタ教授によって告げられる。この演奏会は国内外の音楽関係者からも注目されている上、コンマスはストラディバリウスを使用でき、さらには後期の学費も免除されるのだ。 これを雲の糸と捉えたアキラは、臨時講師の三崎洋介に励まされながらも、一心不乱に練習に取り組み、なんとかコンマスの座を射止める。それからの日々は、アキラにとってストラディバリウスと共に過ごせる、夢のようなものだったが、ある日、アキラの孫娘である初音が使用する時間億円のゼロが保管室から盗み出され、保管室の楽器は、事件が解決するまで使用できなくなってしまった。 アキラに頼まれて、ミサキが現場を検証した結果、小さな半透明のかけらが見つかった。ミサキは何かに気づいたようだったが、アキラが答えを聞く前に、スカキタに教授がミサキを連れ去ってしまう。アキラがこっそり後をつけていくと、大学関係者が大麻の密輸に関わっているという話が聞こえてきた。その後も準備室に保管されていたピアノの破壊。 大学の公式サイトへの殺人予告など事件は続き、ついに大学の理事会は定期演奏会を中止することを発表した。だが、オケのメンバーにとって国内外の音楽関係者が集まる定期演奏会は将来のかかったものであり、理事会と対立することになる。そんな一触即発の状況で、美咲はある提案をし、その場はなんとか取り持たれた。しかし、 その提案とは、学長の代わりとして、下須はミスズにピアノを弾いてもらうというものだった。これには、ミスズの性格を知りオケのメンバーからの反発があった。だが、ミスズのピアノは、ミサキの新鮮で、具体的な指導によって、オケとの親和性を次第に増していくのだった。そして、演奏会当日、総勢56人のオーケストラが、渾身の演奏を終えた後、 三崎は一連の事件の真相を語り始める。作品中に登場する曲目。ありがとうございます。